ボビンには高さがあります、はい。これがボビンケースで、こっちがボビン、この薄いのはダメです。厚みが違います、はい。厚い方をこちらに入れていただいて、ここからこう溝にこう入れてあげます、はい。でここを持ってこうまっすぐ、爪を持ってまっすぐですね、はいはい、入れます、はい。そしたら次は糸掛け。糸どうしますか？糸ありますか？糸。白。針の付け方ですが、工業用の丸針になっています。うん、でよく見ていただくとここがへこんでいます。はい。へこんでいる方が後ろです。前から後ろに糸を通すように針を取り付けるので、こうしてここへしっかりと上まで針の穴を自分の方に正面に向けます。へこんでいる方が後ろです。でこうしてネジをしっかり上まで入れてネジで留めてあげます。しっかりね、はい。これ正面向いてます？ちょっと横向いているか。だいたいなんか切り欠きがありますよね、その根元にもね。はい、こんな感じですね。で糸掛けですが、ここに糸を入れます。これ残しといてあげた方が なんかあのアタッチメントのようなものがね、うん、あったんですけど、ね、なくなっているみたいです ね、あ、こういうやつです。あ、そうです、そうです、それでいいです、うん。こうやって入れて、こうしてこれをここへ刺します。あかん、違います。これ何だ？もうこれあげます。ここへ入れます。こうして、はい、ね。で糸が出てきたら、まずここ、はい。で前に持ってきたらこっち側、はい。でこっち側に行って、これをこの天秤というところに、この穴に入れることが大事、はい。でここに入れて、で針のここにも入れて、ここね、はい。で針に糸を通します。あら、何すかこれ。私の必殺武器、見えへんから。でこうして糸を持っといて、はい、こうやって一回で下糸が上がってくるんですね。してきて下糸を上げてくる、はい、はい。でこうやって、このミシンは横から刻みが入っているのでこう入れます。横っていうのはこのこれですね。そうそうそう、ここ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 、はい、ここね。この糸が、今のミシンは前から入れるようになってるんですが、このミシンはこの横から、ここから入れます。はい、この状態で糸はこんな感じで、このくらい出してる、はい。いやいや、そんなことはないです。この辺にカミソリが ありましたね。これカミソリ切れなくなっていますね。はい、こんなもんでもいいです。で
こうして、これが直線、はい、直線の模様をします。で今 2.5 ぐらい、粗さを変えるのはこれで上へ行ったり下へ行ったり、ここが粗くなるのが雑巾縫いたい時とかは5にして、普通の標準は 2.5 ぐらいでいいと思います。こんなもんで、はい、でこれは針の位置、これを押すと針がそっちへ動きます。でこれを押すと針がこっちへ動きます。はい、お好きな位置で、例えば生地をこのヘリに沿わせることばかり考えといて、もっとそっちを縫いたいのかこっちを縫いたいのかが選べるようになっています。はい、で上のボタンのこのジグザグは、このジグザグの時に縫い目を細かく細かくするのがこっちです。この横振り幅ですね。でこっちへ行くと横幅が大きくなると。なるほど、ね、そのボタンです。これはこう読みます。でこれは U ターン、U ターンですね、U ターン、はい、ここにもありますけど、はい、U ターンですね、はい、で今は直線でもうちょっと粗くこんなもんでいきましょう。で踏むと、あ、抜けますね、このミシン。もっと引っ張ってかなくて、それはなんていうんですか、糸通しって言うんですか。そうそうそう、糸通し器。これでも分からん人が使うとこの先っちょを壊してしまうんです。こんな細いもんが針の穴の中を通るので、みんな針の穴がないところで押すと壊れます。そうですね、はい、だからこんな若い人には必要ないと思います。こう、あ、前からじゃない、横からやね、これは。で、こうしてバッチリですね、うん、ちょっとこれが糸調子、だいたい普段は4ぐらいでいいです。薄いものを縫うときは細かくしてあげます、数字を3ぐらいに、はい、で分厚いものをしっかり縫いたいときは、糸をちょっとこう強くしたいときは5、6というふうに、標準がだいたい赤い線4ぐらいです、はい、でこの人の押さえやつ、これはこれの押さえる力、生地の厚みですね、厚みじゃなくて押さえる力、押さえ圧と言います。圧力を調整するのはこれ。薄い生地でガッと押さえてると食い込んでしまったりシワになったりするので、ここを軽くします。で分厚い生地ほどしっかり押さえてやらんと送らないので強くします。だいたい普段はこんなもんで、調子いいですね、はい、ね、もうちょっと粗い方が良ければ、ね、でジグザグだったらこれちょっと試してみます。はい、これで、ね、でこっちで粗くすると前へ来るのが早くなると、ね、あ、本当だ本当だ。これが横振り幅、ここが横振り幅、はい、だからこの大きさ、はい、でこっちでこの距離、長さを大きくしたり小さく、1回で前進する量ですね、はい、はい、そうです、うん、
で OK ですね、はい、でこれの場合生地が引き連れていますのでここを3か2くらいにしてあげたらこの薄さの生地でも生地が引き連れることなく、お糸が引っかかってるね、ここで調節、うん、お綺麗ですね、はい、ね、あこれは自動返し縫いがついています。これを押すと直線なんですが、これは5番、5番、はい、これの場合5番で、縫い目の粗さこんなもんにしといていくと前来て勝手にバックします。で最後バックを押すと勝手にバックしてくれます。今見ました？分かんなかった。見ててくださいよ。この直線5番は5番ね、はい、で行きますよ。ゆっくり踏みます。勝手に前来てバックするんです。あれ？でもちょっとバック機能がちょっとやられてるかな。で最後バック、ここでもういい、はい、いうところでバックすると勝手にバックすると。でも普通はもうこれで行かはった方がね、こっちですね、はい、これでね一番のね、へえ、はい、こんな感じでいけると思います。ただここがちょっとはまっていないような気がします。まあでもこの方がここがかけやすいと思います。天秤の穴に入っていないとダメ。そうですね、はい、で、針がへこんでいる方が後ろ、はい、はい、でボビンの厚さを間違えない、ね、はい、はい、以上ですね。ありがとうございます。いいですか、こんなんで。